高い声でやる。じゃあいくよ、レイからいくよ、3、はい、レイ、1、2、3、4、5、6、7、8、8の長さ、8の長さ。じゃあ今度これいくぞ、10、いくよ、レイからいくよ、3、はい、レイ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の長さ、10の長さ。これは何の長さかわかるか。そう、十一だね。じゃあこれは何の長さかわかりますか。七。七長さだね。お山もね、七個かけるんだよ。お山見せてあるか。ちゃんとね、零から数えたときはいいんだよ。一、行ってみようか。三、はい。一、二、三、四、五。こっち見てない前は。今フジバック叩くことじゃないでしょうが、こっち見ろ前は。いいか。ちゃんとお風呂でほっぺた洗ってきたか。ほっぺた洗った。よし、あとで注意してあげるから。今日はね、鼻かいてきたんだよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、7の長さ。7の長さ。じゃあこれいくよ。もうこれね、6の長さって分かってるんだけどね。一応、お山を数えてみよう。1、入れていくよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、6の長さ。6の長さ。この中で一番長いのはどれかな、どれかな、どうやって調べたらいいんでしょう。誰か調べてくれる人いない？いる、いる。誰が調べてくれる？はい、僕女の子にやってもらいたいな。じゃあ菅原さん来てくれる？ここへ。いや、菅原さんね、これ調べてもらう。一番長いのはどれかな。もう分かった。ほう、どうやってやったの。ほう、下をトントンと揃えて、これ一番長いの。素晴らしい、みんな手叩いたんですよ。先生、その方知らなかった。あの、僕ね、こうやって見てて調べたんだけど、分からなかった。菅原さんはね、賢い。こうしてね、バラバラになってるのをね、トントンってやって、それでこれ一番出てるの、これ一番長いの。ほんと？これトントンってやると、これ一番長いの、これ一番長い。なるほど。これ2番目。おお。これ3番目。これ3番目っぽいね。3番目。それでトントンってやったら、これがその次に長くて、これが5番目。素晴らしい。今日のチャンプは菅原さんと決まった。みんな手叩いてあげる。チャンプだ今日は。あとか、素晴らしい。はい、そうやってやるの。いくよ、0、1、2、3、4、3、はい、0、1、2、3、4、4の長さ、3、はい、0、1、2、3、4、5、5の長さ、山内くんの声聞こえないぞ。3、はい、0、1、2、3、3の長さ、3の長さ。3、はい、0。これ何の長さでしょうね。これ0。これ0の長さって言うんだね。これ何もないの長さだから0。0って言うんだ。0。これ何の長さ。0。どっちもできる人いてよ。山内くんいいか。これは何の長さ。4。これは何の長さ。5。これは何の長さ。6の長さ。何？6の長さ。何？6の長さ。何だって？6の長さ。じゃあ行くよ。1、2、3、3、はい。1、2、3、4、5、6。声出してない。3、はい。1、2、3、4、5。こっち見て声出せ。目をそらすなら。3、はい。1、2、3、4、5、6。今の状態だった。それであれ、6の長さ。6の長さ。そこでドラえもんがお家へ帰ることにしました。道もね、数えることできるの。この赤い道を通ってお家へ帰るわけです。そして、ああ僕の家は遠いなってドラえもんは思ってますけども、じゃあドラえもんがお家へ帰るときにいくつの長さか数えてみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6。いくつだった。6の長さだったの。じゃあ今度はね、ドラえもんがね、またね、別のところはお家に帰ろうと思ったんだけどね、遠いの遠いとこまで遊びに行っちゃったのね。
でも一人で遊びに行っちゃいけないよ。でも誰も一人で遊びに行っちゃったのよ。じゃあ数えてみるか。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の長さ遠いとこまで来たね。じゃあもっと遠くとこ行くよ。ほらこんな遠いとこ来ちゃって、ドラえもんがお家へ帰ろうとしてるよ。じゃあ数えるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の長さ遠いとこまで来ましたね。これまた遠いね。お家ここだよ。行くよ。いいか、みやくんこれ出すよ。3、はい、1、2、3、まだ3こっち見てない。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、こっち見てない。3、はい、1、こっち見てやないか。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の今チュー出た。チューならチューしてあげるよ。私博愛主義者なんですけど、これは何の長さ。 1かどうか分かんないよ。これは例の長さ。例の長さだってこれ分かんないのよ。メモリがないもんで。これ分かる長さ。3の長さ。いや分かんない分かんない。これは何の長さ。これも分かんない。こうすると初めて分かる。何の長さ。これ6。これ何の長さ。5、6、5、6、6、何の長さ。6、7、6。これはね、数字は書いてないからお山を数えてみよう。3、はい、お山が1つ、お山が2つ、お山が3つ、お山が4つ、お山が5つで5の長さ。5の長さ分かったの。いいか、和田さん。じゃあ、先のやつもこれを使って測ってみよう。いいね。こうすると、和田さん。お母さんたちの顔見てこい。みんな怒ってる。怖い顔してるでしょ。それはなぜかというと、君たちの勉強姿勢が悪いから。わかるか？そういうこと言うから、まあお母さん怒るのよ。リのお母さんでもそっちにいないよ。ハッピーだったな。でもこのお前の声入ってるから、おいてお母さんがこのビデオ聞いて、あらまあ牛の子ったらいけない子ね、あんた怒るかもしれないよ。こうしたら分かるね。これ何の長さでしょ。2。これ3の長さ。2でしょ。さっきの分からなかったでしょ。じゃあ今度はこうするよ。見ててよ。こうやって取って、この長さ測る道具入れると、これ何の長さ。3の長さ。じゃあ次、今度さっきの分からなかったね。これは何の長さでしょうか。5。5かね。これお山が1つ、お山が2つ、お山が3つ、お山が4つで4の長さ。これは何の長さだった。2だった。よく覚えてたね。じゃあこれは何の長さだった。3だった。じゃあこれは何の長さだった。4。ほんと。じゃあこれは何の長さだった。こうやって置いてみると分かるね。いいか、いくぞ。1、2、3、4、5。3、はい、1、2、3、4、5。声が聞こえないぞ。3、はい、1、2、3、4、5。声聞こえないぞ。3、はい、1、2、3、4、5。声田さんと戦うことやってるんぞお前は。3、はい、1、2、3、4、5。5の長さ。5の長さ。よし、もう今日は時間来ちゃったもん。本当にもうごめんね、遊んじゃって。私は遊ぶのが好きなのね。なんで？じゃあまた幼稚園に入ればいいのに。幼稚園？もうじき入るよ。入る？本当に幼稚園入る？それなに？それなに？一番長い電車どれかわかる？見せて。あ、わかる。でもみんなはまあ、これはね、わかる、これだよ、これ。